改めてこの沖縄のこと好きだなって思ったりで、また自分の住んでる地域の方言を、思い出して、この言葉は何て言うのかなってちょっと自分たちで、探ってみるのもいいかもしれませんね。はい、そしてですね、まあ続いて歌う曲がなんとこの番組で最高得点を取りましてですね、はい、決勝まで行けたんですよ。はい、ありがとうございます。決勝まで行けましたよ。なんとか決勝まで行けたんですけど、わずか1点差で準優勝になりました。もう悔しかった、悔しかった。ありがとう、手を振ってくれて。はい、ですね、まあ準優勝だったけどね、悔しい思いも、しつつ、今後またその番組に出たいなっていう気持ちがまたあって、また改めて方言も勉強する機会ができたんですけど、まあその曲を今回は、ここで初じゃないよ、大阪のライブでは初披露となります。はい、ぜひ聴いてみてください。 Dreams Come True さんで Love Love Love。Dreams Come True さんで Love 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 を、内縄口バージョンでお届けいたしました。この、まあ、愛してるという言葉は沖縄の方言でかなさんとっていう言葉なんですけど、はい、この意味はですね、なんていうのかな、悲しくて切ないほどあなたを愛していますという思いがこもった、一言ですね。